皆さん、こんにちは、こんばんは、チャボです。今日は、無料のアンチウイルスソフト、アバストのインストールと使い方について、動画を上げていきたいと思います。まず、こちらのアバストのホームページの方から、インストールしていきたいと思います。真ん中の無料ダウンロード、こちらの方から入っていきたいと思います。クリックします。で、ほぼ完了ですというふうに出てきます。そして左下の方に今ダウンロードが行われておりますので、完了するまで少々お待ちください。はい、完了しましたので、ファイルの方を開いていきたいと思います。ユーザーアカウント制御、次のプログラムにこのコンピューターの変更を許可しますかと出てきますので、はいをクリックしてください。そうすると、間もなく、小さなウィンドウが出てきますので、少々お待ちください。はい。動き始めました。これは多少時間かかりますので、少々お待ちください。はい。インストールの準備できましたので、こちらの真ん中のインストールをクリックします。で、こちらの方で、メーターが出てきまして、このメーターがいっぱいになるとインストールが完了という印になります。いっぱいになるまで、少々お待ちください。ここは長くなりそうなので、ちょっと飛ばしてみたいと思います。はい、インストールの方が完了しましたので、こちらの画面の方は一旦切りたいと思います。はい。再度下の方で、作業が行われております。これもいっぱいになるまで、少々お待ちください。時間がかかりそうなので一旦飛ばします。はい、そうすると、こちらの方にアバストのアイコンが出来上がりました。で、こちらの方をダブルクリック、保護されていますということで、ここにまず画面が出ましたので、続行をクリックします。で、必ずお読みくださいということで、プライバシーポリシーなんかが出ています。で、見るときは、ここをクリックして、で、ここを、読んでいただくということになります。で、読み終わりましたら、続行をクリックします。そして、これは、モバイル機器も守りましょうという、宣伝ですね。ですから、今回はこれ飛ばしますので、下の、Android は保護しませんというところをクリックします。そうすると、ここで、完了という形になります。無料で使う場合はこのままで結構です。有料版を使いたい方は、ここはアップグレードを
クリックすると、より、まあ、やれる能力の大きいものにアップグレードすることができます。ではこれは一旦閉じたいと思います。で、もう一度アバストのアイコンをクリックします。で、保護されていますというふうに出てきます。で、有効にするという部分になっております。数値、はい、で、プロテクションっていうのをクリックすると、ここにスキャンっていうのがあります。で、ここのなんだ、何か出てきたの、後ろに。これは特に関係ないのかな？では、ここにプロテクションのスキャンというのが、ここにプロテクションというのをクリックして、スキャンというのがあります。これをクリックしてみます。そうすると、スマートスキャンを実行というのを押します。というのがありますので、押すとスキャンが始まります。クリックしてみます。で、そうすると、こう、スキャンが始まって、終わると、これが 100% になるわけです。で、スキャンを停止する場合は、ここをスキャン、停止ということで、止めることができます。で、無視。で、その他に、まあ、いろいろありますね。プライバシー、パフォーマンス、といった、まあ、いろんなものがあります。ハッカーを締め出すとか、Wi-Fi の検査とか、まあ、こういったものができます。これは何だろう。これはメインシールド。すべての主要な脅威から保護された状態を保ちます。ということで、これらは今オフになっております。これを、まあ、完了します。まあ、こういうような感じで、必要最低限のプロテクションをすることが可能です。無料ですので、よろしければ皆さんお使いになってみてはいかがでしょうか。今日は無料のアンチウイルスソフト、アバストのご紹介でした。でしたじゃなくて、でした。以上です。ご視聴ありがとうございました。